ちょっこんにちは。さあ豊さん、はい、さあ監督も新しくなるチーム、そうだな、はい、もう発表されましたし、まあね、監督は俺らなんかもうめちゃくちゃ変わってきた世代だから、はい、世代というかチームだから、そうですよね、めちゃくちゃ変わったから、はい、その都度新鮮なんだよフレッシュですね。いや、 やっぱフレッシュになるよ、うん、やっぱやり方も決め事も全然変わってくるしね、はい、うん、で野球のこうやり方というか進め方っていうのも全然変わってくるし、うん、はい、まあ、それなりに勉強になるけども違和感を覚える時もあるよね、まあ、そうですよね、もちろんもちろん、コロコロ変わってしまえば、もちろんもちろん、ということで、はい、今シーズンというんですかね、はい、もう指揮を取り始めてる新たな監督、はい、見ていきたいと思います。まずセリーグから、はい、セリーグは阪神の岡田さんはちょっともう、もう岡田さんは ね、もうベテランだから、もう何も、まあ岡田さんはもうほっといて、はい、ほらほうよって言っときゃ大丈夫だ大丈夫、大丈夫、そこは OK ということで、うん、まあ、岡田さんのことは喋ってるし、そうですね、あの動画を見ていただければということで、はいはい、広島、はい、新井新監督、はい、新井貴浩さんです。まあ、これはね、人望厚いし人はいいし、俺はあの選手から来てくれる、またその組閣が出来上がったら監督をなんとかっていうような、そういう人柄の人間だよね。ただ新井に一番大切なのは本当に人がいいんだよね。だから監督として一番の資質と言われてる非常さを持ってるかと思ってないんだね。ここだと思う。でね、カリスマがあるタイプでもない、俺についてこいみたいな感じではない。周りから支えられる、まあ、リーダーの条件として2つあって、はい、カリスマか周りから支えられるか、この2つなんだけど、周りから支えられる監督だよ、はい、だから人を大事にするんだよ。ただその時に一番迷っちゃいけないことは非常になれるかなれないかっていうことなんだよね。だそれができたら俺はいい監督になると思う。例えばそれは試合の中でのもちろん非常もありと思いますし、あと試合以外での例えば1軍2軍の入れ替えとかそういうところも決まってますね。そうだね。でね、新井がまあ監督だからって言って土方こう張ったような状態で自分は監督だみたいな、だから舐められちゃいけないとかさ、いろんなことをやるとおかしくなるよね。だ自然体の新井でいてほしいけども、やっぱりその中に非常さが秘められてたら、あのやっぱね、いや非常にならなくても別にいいんじゃないのって言う人いるかもわかんないけども、まあ、例えばピッチャーの交代をするとか、誰かと入れ替えなきゃいけないとか、誰かをクビにしなきゃいけないとか、そういう時ってね、やっぱ判断迷うんだよ、情が入ると。だからそこら辺はしっかりしたものを出したら俺はいい監督になると思う。あと新井さんがなることでカープは何か変化って起きますか？明るくなるよね。あ、明るくなる。あ、絶対明るくなる。うん、それいいですね、チームの雰囲気として。それはいい、うん、笹岡監督があんまり表に出ないように、ね、じっと我慢をする、まあ、そういうタイプの監督だったから、まあ、新井はこう選手と一緒になんかこうワーワーしそうな感じがするし、それはそれであっていいと思うしね、うんうん、だから俺は期待してると思う。広島が明るくなって勢いついたら、うん、まあ、絶対強くなると思う、うん、まあ、戦略的にも引き継ぐ部分と、あ、もちろんもちろん、新井さんの色が出てくる部分っていうのも出てくる。まあ攻撃型にはなると思うよ、うん、ただやっぱり新井がやらなきゃいけないのは、投手陣の中では先発ピッチャーはある程度揃ってるけど、中継ぎから抑え、はい、栗林がいるけども、そこまで含めてどういう風な布陣を引くか、はい、これはやっぱこう課題だよね。あ、いわゆるピッチャーの整備というか、野手は何とでもなる。うん、ただ坂倉をどうするか、そこですよね、うん、坂倉をキャッチャーとして育てるのか、うん、もうキャッチャーやらせない、サードでやらせるのか、うん、ね、俺はキャッチャーやらせてやりたいな。あいつキャッチャーやらせたらベストナインとかタイトル取れるもん、うん、おー、あれサードだったら一生取れないから。あ、そうなんですか。村上、岡本がいるし、またその時の ね、だからそれだけ優秀なキャッチャーを持ちながら、はい、ね、キャッチャーをやらせてないっていうのを、うん、バッティングを取るのか、1時代のキャッチャーとして育てるのか、うん、まあ、ここら辺はどういうふうな考え方を持ってるのかっていうのは楽しみだよね。そうですね、うん、この新井さんの手腕っていうのもちょっと楽しみですよね。いや、楽しみですよね、はいはい、で、セリーグはこの2チームそうだねですよね、はい、で、パリーグ、はい、ロッテが吉井監督になります、はいはい、これは佐々木朗希をやっぱ完全に育てるというね、はい、で佐々木朗希を中心のローテーションを組めるかどうか、うん、まあ、そこだと思うよね、はい、
監督としての仕事っていうのは。で、あと野手っていうのは、まあ、吉井は分かるだろうけども、誰を横に置いて誰に任すのかっていうのに俺はかかってると思う、うん、だから吉井はすごく、まあ、冷静でもあり、まあ、ロッテの投手陣を考えた時に使い方っていうのはうまいと思うよ。いろんなチームでコーチされてきてますもんね。うん、だから、まあ、ここのところ吉井が抜けてから、まあ、先発がダメだったらリリーフがいい、リリーフが良かったら先発が悪いとかさ、噛み合いができなかったんだよね。これを噛み合わせてきたら、まあ、ある程度ロッテっていうのはつながりのある打線を持ってるし、まあ、今年は両外国人がダメだったから得点っていうのを取るのがすごく辛かったけども、ここら辺はね解消されてくると思う。あとはどういうふうに攻撃の作戦を立てるかどうか、はい、誰の意見を聞くのか、まあ、ここら辺だと思う。一応そのコーチに福浦さん、そうだね、はい、来ますけれども、そこはじゃあ例えば福浦さんだから福浦がどのぐらいの能力を持ってるかどうかだよね、うん、吉井監督が隣につけたとしたら、やっぱこの1年間とか福浦が引退してからいろんな話もしてるだろうし、それでよしと思ってつけたのか、はい、それとも球団につけられたのか、うん、これは分からないよね。能力がやっぱある人じゃないと攻撃面とか、うん、そういうところでは少しもたつくかも分からないよね、はい、だからここら辺はやっぱこう風通しを良くしておかないといけないかなっていうふうには思うけどね。そうですね、はい、さあそして西武が松井稼頭央さんです。はいはいはい、稼頭央ね、はい、やっとなりましたかそうですね、はい、まあ、辻監督がね本当に勝負したい監督、動かしたい監督の中でじっとやっぱ我慢をする時期が多かったと思う。それをやっぱ松井稼頭央は見てたと思う。やっぱ我慢することも大事、うん、おそらく松井稼頭央って仕掛けるタイプの監督なんだよ、性格的には、はい、で一番打ってるし、やっぱ自分も走ってきてるし、ホームランも打てた、何でもできた選手なんだよね、まあ、その中でホームランっていうのが一番確率が悪いとか、いろいろこう多分考えてたはずなんだよ。だから確率のいい野球を多分やろうとしてると思うんだよね、うん、だからそういった意味では辻監督の我慢を継承しながらやっぱ仕掛けること、うん、これは楽しい野球になりそうかなっていうふうに思う、ね、そうですね、よりスピード感のある野球になっていきそう、うんうん、であとヘッドコーチは多分平石、はい、高校の後輩になるのかなあれ、うん、だからまあその意見とね、まあ、平石は監督の経験もあるし、はい、A クラスに入ってるからね、うん、まあ、そういう経験上の話とかを参考にしながら、まあ、やっていくといいよね、うん、ただ投手陣豊田は残るのかな、ピッチングコーチとして。豊田はいい優秀なコーチだと思うな、うん、俺はね。それはどんなところからするか、やっぱりあれだけさ、なんていうの、投手陣がちょっとボロボロの時から立て直してきたじゃない、うん、ここまで成長させて投手王国っていうか防御率なんか1位だしさ、はい、ね、リリーフの防御率も1位だし優秀なコーチだと思うんだけど、うん、それがまあ立て直してきた、うん、ね、ただやっぱこうソフトバンクと西武がこうクライマックス戦ってる時に感じたのは、なんかねすごく野球に欠けてるのと、はい、まあ、欠けてないとは言わないけども、うん、西武の軽さみたいなのが、はい、昔は違ったんだよ。広岡さんとかやってる時っていうのは、はい、もうなんかものすごく規律がはっきりしてて、はい、どこにも隙がないような、うん、そんな感じのチームだったんだけど、はい、それはソフトバンクには感じたけど、西武は少し隙を感じるような、うん、そういうチームにちょっと変わっちゃってるんだよね、うん、だからやっぱこう松井稼頭央だったら何でもできた選手だし、はい、隙のないようなね、うん、そういうホームランが出なかったら勝てないとかじゃなくて、はい、なんとかして点を取ってくるっていうような、うん、そういう野球をこう作り上げてほしいなっていうふうには思うね、うんうん、で、まあ4人、この4人、もう4人喋った、もうそうですえ、もう喋ったの、もうそうです、そうです、4人の新たな監督、まあ、うん、こうね、期待を込めてというかファンも期待してるでしょうし、まあ、それはね、まあ、この中で、はい、新井だな、お、カープ、新井カープ、いや、あのチーム力、はい、だから西武、松井稼頭はすごくいいと思うんだけど、うん、やっぱこう、出ていく選手がいるかもわからないから、はい、だからこれはもう戦力ダウンになっていくよね、うん、まあ、戦力だけでそれは売られないと思うんだけども、うん、だけどやっぱちょっと苦しいかなっていう感じもするしね、例えば森が抜けた時にね、はい、で新井、うん、ここは広島チームの力があるだけに、これは期待したいよね、はい、お、今年はちょっと B クラスでしたけれども、
来季新井さんになってそのいや A クラスになる可能性は強い。もちろん A クラスでも上位に行く可能性ってことですよね、うん、そうそうそう。やっぱねルーキー監督の時にね、はい、ポーンと行けば優勝しちゃう時あるから、ルーキーやっぱね新鮮だから、それと選手がやっぱもう認めてもらおうと思って生き生きしてやるから、はい、まあ変わりますもんね。そう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 、うん、だからそういう意味では新井っていうのはいいかもわからないね。そうですね、新井はいいくじを引くかもわからない。いいくじを、いやいやだからチームとしてね、あ、うん、相対的にいい結果が出る可能性が強いかもわかんないね。うん、あとはね吉井もいいんだけど、はい、人柄とかね、で選手を大事にするそういうのはいいんだけど、どういう野球かっていうのが読めない。吉井はそうですね、うん、松井和は大体読めるんだけども、はい、だけど吉井はどういう野球をやるかわからない。それはやっぱりピッチャー出身っていうことももうあるありますか、うん、あるし目立たなくこう来てるから、選手は相当な選手ピッチャーを育ててきたけども、はい、野球感がわからない、うん、ちょっとわからない。そうなんですね、だからそういう意味では逆に楽しむ、うん、どんな野球を見せてくれるのか。そうですね、でロッテがまあちょっとね今シーズン低迷してたので、それを一気に来シーズンどのように巻き返せるか、まあ、はい、はい、新たな監督の下で、まあ、期待したいね。そうですね、うん、楽しい野球を見せてほしいよ。そうですね、だって去年もその、ね、新庄監督が日本ハムに来てどんな野球を見せてくれるんだろうっていうふうに、新庄監督は自分たちは弱いと思って戦ってるから面白かったんだよ、はい、捨て身で戦うから、うん、だから弱いって思うチームが例えばロッテ吉井だとしたら、うん、やっぱこう捨て身で戦ってほしいよね。楽しみですね、なんかもう、けたくりでもいいから、はい、食らわしてやろうぐらいの、うん、そんな野球ができると面白いなと思います。そうですね、はい、はい。